はっ！はん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 っ,ふんっ！よっ,ふんっ！よっ！ほう！やるな！ほう！はあ！うわ！うわ！そろそろ本気で行こうか。そろそろ本気で行こうか。うせろ！いくぞ！うせろ！受けてみろ！受けてみろ！ 新世界の一撃を新世界の一撃を上がってこい上がってこい海賊の高みへかいぞくのろかみへうせろうせろウう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 ンうワ、うんうんうん、ダメだねるダメだねるなになに までかこの戦いどう収めようか。さてどうする？今日は傷がう疼く、領事の水か領事の水か。俺が相手になろう。俺が相手になろう。ワンピース海賊無双4。俺が相手だ。これでいい？俺の見込んだ通りだ。よくやった？ お前のの力、そんなものかまあこんなもんだどうしたこの程度かなんだどうってことないなもっと骨のあるやさいねえのかお前らじゃ相手に不足だ強くなったなルフィだがその程度じゃまだ俺に勝てねえなお前はもっと強くなる さらなお高みが10すんだなお前は10年かけ,けりゃ負けてたかもしれねえな悪いなバギー急いでるんだ鷹のめお前、手抜きやがったなお前の負けだティーチしばらくは静かにしていてもらうぞもっと頑張らねえと親父は越えられねえぞ大したもんだったよ ルフィの兄だけはある。お前とルフィが組んで向かってきたら四皇の座も危ういかもしれねえな新しい時代はもう始まってるんだそろそろ次の世代に譲ったらどうだもうやめとけお前に世界を壊させるわけにはいかねえんだお前の覚悟はよくわかっただが四皇を取るには力が足りない こんな熱烈なファンまでできたのか、ルフィ。驚いたな。どうしたんだ、戦国。身を引いて気が抜けちまったのかルフィはいい仲間を持ったな。さすがにいい腕だ。うちに入らないか。さすがは海軍の最高戦力。少し骨が折れた。 七部会の実力を買いかぶってたらしい。悪魔の身の能力に頼りすぎだな。ここはもらっておくぞ。この場所は俺たちが預かろう。この縄張りはいただいておく。お前はよくやったよ。さすがだな。油断してたら危なかった。残念だが。 俺の勝ちだな半端者が1,000千人束になろうが俺は止められねえよこりない連中だな俺に勝てると思ってるのか俺は赤髪のシャンクスこの名を知らないわけじゃないよなこの俺に苦戦を強いるとはなまずいな予想外の展開だ いいぞ、その調子だ。へえやるじゃねえかいいぞルフィエースか噂通りの実力だな白ひげを止められるやつはそういねえさ鷹の目に狙われた敵がかわいそうだなバギーにしては上出来じゃねえか ルフィの仲間もなかなかやるまああいつらなら当然の活躍だな狙撃の腕は親父譲りだななるほど大した覇気だあの赤い海兵もやるじゃないか四んならばこの程度は型ならしか騒がしいが腕は確かか ルフィのところにはおもしれえやつがあつまるなこりゃあたいしたもんだなここまでせえとはおもわなかったよはりきってるなルフィおれのわけいころにそっくりださすがじゃねえかエースわかくも白ひげにたいちょうをまかされるだけあるははははがらいにもなく大活躍じゃねえかバギー まるで変わらねえな白ひげ圧倒的な強さだすげえなあいつにとっちゃこれも暇つぶしか少しは手加減してやったらどうだ四皇の怖さは身に染みただろうやりやがったなくッ守ってやれなかったかあいつ 妙に張り切ってんなこりゃあ油断できねえなこの縄張りは俺が守ろうあの縄張り落とされそうだぞ油断したつもりもないんだがくっ、こんなはずじゃなかったんだがな一度、出直したほうが良さそうだな。 後でまた戻ってくるとしよう。俺もやらせてもらう。お、盛り上がってるな。あのまま帰ると思ったかよう、戻ってきたぞ。さあ、行こうか。みんな、始めるぞ。さて、用意はいいな。戦闘開始だ。 おい、みんな宴げだこれでこの海も少しは静かになるだろう手詰まりか悔しいが仕方ねえな俺としたことがすまんここは俺が行こう頃合いだな出るか黙ってみちゃいられねえようだ。 攻めに行ってくれ味方の援護を頼めるかまずいぞ早く助けてやってくれそこの守りを固めておくんだすまん助けに来てくれないか悪くない上々の守備だ俺と喧嘩してえ奴は前に出ろ相手になってやる 相手になってやってもいいが、後悔するなよ。戦うからには命を懸けろよ。ルフィ、お前がどれだけ強くなったか、見せてもらうぞ。白ひげ二番隊隊長の実力、見せてもらおう。白ひげ、もう少し自分の体をいたわったらどうだ。 ティーチ、いや、黒ひげこの傷の借りは返させてもらうぞよう、鷹の目おと勝負しに来たんだろバギー昔みたいに喧嘩するか伝説の海兵が相手をしてくれるのかルフィの仲間か実力を見てやろう お前らの強さは知ってる。手加減はなしだお前が来たってことは海軍は俺と戦争を始める気か親父みたいな勇敢な戦士になりたいなら俺とも逃げずに戦ってみろお前にもルフィにもまだまだ負けねえと思うが俺に向かってくるとは若いのに勇気ある海兵だ ここは戦うしかなさそうだがお前の考え方は嫌いじゃねえよ。言っておくがお前の能力は俺に勝てる理由にはならねえぞ。このままでは被害は拡大する一方俺が止めるしかないようだな。やめとけと言っても聞きそうにねえな。いいだろう。相手をしてやる。ルフィのファンってのはお前か。 後で話を聞かせてくれよ。四皇同士のいざこざは避けたいんだがな。へえ、お前俺と戦うのか？はははお前と戦うことになるとはな。